もうテンポがいいんですよね。そのテンポがいい投球が大好きです。もう先発ってなったらもう本当に行きたくなっちゃうぐらい大好きです。で、松野さんはココイチが好きらしいんですけど、このココイチが好きって言ってるところが好きだし、このココイチぐらい安定感があるトークも投球も愛とか言っちゃった。で、あと小ボケが結構多くて、その小ボケが毎回ツボで私は本当に笑っちゃったのが面白い人だなって思ってます。あともう残業、残業はお手の物ということで、本当に松野さん残業ありがとうございます。これからも期待してます。大好きです。